そして今インサイドアウト、アンダーパスを抜けたところ、そこから走っているのはドライバー山田正明、本来は高山久子、チーム寺岡大本堂は、マシンは導き出したエボリューション5、両方から手出たか、しかも飛んでる最中に出たか。